打ち抜く。俺たちが大広間で花村の声を聞いたからって大広間にいたことの証明にはならないはずだ。どうして。大広間の床を思い出してみろよ。あそこの床は隙間だらけだっただろ。だから床下から上がった声だったとしても大広間の声と同じように聞こえたはずなんだ。あれ、そうか、あえて床下から声を上げ、その場に自分がいることを印象付けようとしたのだな。そうなの、花村。ちょっと待ってよ。どうなんですか、花村さん。ちょっと待て、チュートリアルだ。さっきから何を抜かしとるか。僕は停電と逆の場にいたユートリアルだ。あんたってどこ出身だっけ。西麻布生まれの南青山育ちっちゃが。みんな、あいつ嘘つきだよ。花村くんが停電の時に大広間にいたってことはさ、明るくなった時もその場にいたんだろうね。あ、そうだろうね。暗い廊下を行ったり来たりはできないからね。え、あの時花村っていたっけ。いたさよ。もうこれじゃねえ。くれ、いたってさ。こればっかりは勘や思いつきで決められないよ。だって人に命がかかってるんだもん。そりゃどけ。おめえたちのあやふやな記憶で決めんでねえ。そりゃ風に決めてえことでねえだろ。絶対嘘ついてるよ。だってどんどんひどくなってるもん。ですが私には自信がありません。いたような気もしますが、いないような気もして。何か判断する方法はないか。本人の記憶に聞いてみればいいんじゃないかな。わけわからんこと抜かすでね。オラが広間に願ったことを証明できんちゃが。できるかもしれない。またおめげ。
これで証明できる。あの停電から復旧した時、花村が本当に大広間にいたっていうなら、その時積み木がどんな格好になってたのかも分かるはずだよな。思い出させないでくださいよ。難しいですよ。いや、これは大事な質問なんだ。どうなんだ花村、あの時大広間にいたなら答えられるはずだぞ。だってあんな独創的な転び方だったんだ。そう簡単には忘れられないはずだ。すみません、見苦しい姿を見せて。すみません。どうなんすか、ツェッペルちゃんは答えられるんすか。あれ、あやれ、おかしいな、ど忘れしちゃったかな。ど忘れなんておかしいでしょ、あんたみたいなエロキャラがさ。そう言われましても。小枝くん、なんとか言ってやってよ。ああ、もう諦めるしかないかもね。諦めるって、諦めるってなんだよ。花村くん、残念なのは僕も一緒なんだよ。憧れの人の希望の限界を見るのは寂しいもんだよ。夢を壊された気分とでも言うのかな。お前だ、お前は何なんだよ。どうして犯人の味方をしたり突き放したり。ちょっと待つわ、おい、人をば犯人扱いして勝手に話進めんときんしょ。おい、とも決まったでしょ。言われたらダメだぞ。まだ禁忌が吐き出しておらずにの。ダメだ、もうわかんない。ただ狂気だってはっきり言ってないって、そう言ってるみたいです。わかるぞ。でもなんとも悲しい言い争いです。こんなのってカーっぽいです。ゴッキリンバーハンダがユゲッチャー、メンズキンキンダンバラなんぞユゲッタルゲバリア。ほら飲むね、メソメソしてないで訳してよ。僕が犯人だって言うなら、まず狂気がなんだか言ってみろって。狂気か、確かナイフではなかったんだな。ヨガミさんの傷からして、5ミリくらいの細さに刃物なったはずです。そして床下から刺したとなると、おそらく50センチ以上の長さは必要な。今さら凶器なんてどうでもいいんじゃない。なるわ、ずんずんなごわ。よくないって、全然よくないって。じゃあ分かったよ、凶器が何だったのか考えてみよっか。やらないか、やらないか。やってみろって。らしい方言っすね。